ライフ北野田店株式会社ライフコーポレーションは近畿地方、関東地方でスーパーマーケットチェーンライフを展開する企業。本社は大阪市淀川区と東京都台東区の日本社製。三菱商事の持分法的用会社。東京証券取引所第一部に上場している。近畿圏と首都圏の2大証券において270店舗を超える。 ドミナント展開をしている。近畿圏では、大阪市内を中心に、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県の2府2県、首都圏では、東京都内を中心に、神奈川県、埼玉県、千葉県の1と3県に出展する。創業者の清水信二が立ち上げに参画し、初代会長を務めた日本スーパーマーケット協会に所属する。三代目社長の岩崎隆二は、 三菱商事出身であり、同社との関係が深い。食料品中心のスーパーマーケットであるが、医療品には力を入れており、普段着を中心としたオリジナル服飾商品も展開する。また近年はドラッグストアとの競争も視野に入れ、医薬品や日用品の品揃えも充実させた。大型店舗では、寝具やインテリア関連、キッチン用品なども充実させている。 店名は、スーパーは物を売るだけでなく、生活を提案する産業という考え方から、ライフイコール生活と名付けられた。シンボルマークの4つ用のクローバーは、経営戦略、営業戦略、店舗戦略、商品戦略の4つのコンセプトを表している。グリーンカラーは、商品の新鮮さと信頼、幸せを表現。メインカラーのオレンジは、微笑みを呼ぶ。 温かいサービスと、活気、積極性を表現している。店舗ブランドは、ライフのほか都市型高級スーパー、ライフエクストラ、大阪市内で始まった、実験店舗、セントラルスクエアがある。また、大阪市西区で始まった、新業態として、オーガニック食品を扱う自然派スーパー、バイオ、ロル、コンビニエンスストアを意識し弁当や惣菜を、中心とした都市型ミニ店舗、 ミニールがある。プライベートブランドは、加盟している日流グループのプライベートブランド、クラシモアに加え、自社基本ブランド、スマイルライフ、高級志向のライフプレミアム、オーガニックローカルヘルシーサステナビリティをコンセプトに持つバイオロールのラインナップに加えて、ヤオコートの共同開発ブランド、スターセレクトの、計5つを導入している。ライフの店舗は、下記の部門で構成されており、 記述されている商品は一部でこの他にも多数の商品を扱っている。ただし店舗により取り扱いがないものもある。創業者、清水信治は1945年、戦後の焼け野原の中で食料品を調達しようと、乾物と輸入品の販売を行う、清水商店を立ち上げた。1950年代からパイナップル缶詰、バナナ、ココアなど、 米国占領軍物資を販売する事業を手掛けた。大阪の闇市時代に取引した、米軍基地内の食品スーパーに憧れ、輸入品の調達と視察を兼ねて、アメリカを訪問、本格的なスーパーマーケットの開店を目指し、1961年11月に、近畿圏1号店の豊中店を開店させる。1971年に1号店の伊丹店を開店させて、 ようやく安定的な利益が出るようになり、東京進出を決心して、東京都板橋区に、首都圏1号店の板橋店を開店させた。かつては創業者の清水と、その弟で2代目社長の清水光雄による、同族経営を行っていたが、バブル景気に浮かれたことによる、投資の失敗を理由に、光雄を解任し、一時期は自身が、 会長兼務の形で社長に再任となった清水が、イギリスに視察に訪れた際に、三菱商事の英国市会社に当時在籍していた岩崎隆二を見出し、社内に招き入れたとされる。同族経営の解消に舵を切った清水の意向により、2006年3月に岩崎が社長に就任して、同族経営は終焉した。千葉県埼玉県東京都神奈川県大阪府京都府。 兵庫県奈良県ポスシステムは、東芝テック製を使用。一部店舗では、フルセルフレジをはじめ、商品登録をレジ担当者が行い、会計を専用の機械で行うセミセルフレジ、お支払い、セルフレジが導入されており、後者は新店舗や改装店舗などに導入されている。自社カード、楽カ LCJCB カードに加え、ポンダ D ポイントの4種類のポイントカードが利用可能である。また、公式アプリ、ライフアプリがポイントカードとして使えるようになった。ポンタと D ポイントは、ポイント料率は、ライフのポイントカードと同じだが、ポイント倍付けや、ボーナスポイント付与の対象外である。また、ライフのポイントカードを含む、他のポイントカードとの併用もできない。また、2018年3月末をもって、 利用不可となった現金ポイントカードについても述べる。落下カード2016年7月より従来の現金ポイントカードに変わる新たなカードとして導入された。2016年7月15日に近畿圏7月23日に首都圏の一部店舗にて先行導入されたのを皮切りに同年8月23日から全店で利用開始された。 ラクカの導入により、クレジットカードでの支払いでもポイントが貯まるようになった。ライフコーポレーションは、セルフレジとの連動で、キャッシュレス化を推進する方針を掲げており、2018年には、キャッシュレス化40%を達成した。ラクカは、セブンアイの7個と同様に、自社独自の電子マネーを搭載したポイントカードであるが、7個とは異なり、 チャージせずにポイントカードのみとして使用することもできる。ポイント料率は200円ごとに1ポイント。落下電子マネーで支払うと、さらに300円ごとに1ポイントが加算される。例えば600円を落下電子マネーで支払うと、通常の3ポイントに加えて2ポイントが加算され、合計5ポイント貯まることになる。貯めたポイントは、1ポイントイコール1円分として利用可能で、 1>, 1ポイント単位で会計の際に利用できる。有効期限はポイントは1年間、落下電子マネー残高は最後に利用、またはチャージした日から5年間。チャージは1000円単位で、レジで店員に申し出るか、サービスカウンター付近に設置されているチャージ機を使用する。チャージ機では紙幣のみ、使用可能でお釣りが出ない。一旦チャージした残高は返金できないため注意が必要である。 また大会する場合もチャージ残高の払い戻しはできない。紛失、盗難の場合は店舗に申し出ることで利用停止の手続きができる。入会金は100円、年会費は無料。16歳以上のものが入会できる。2019年2月末までは現金ポイントカード同様、年会費、発行手数料無料で配布されていたが、発行手数料無料キャンペーンの終了に伴い、 同年3月以降は100円の発行手数料がかかるようになった。2016年3月1日から発行受付が開始された JCB の定型クレジットカード。ライフの店舗ではクレジット支払いだけでなく現金支払いの場合に提示することでポイントカードとしての利用も可能である。ポイント料率は200円ごとに1ポイント。さらに、 LCJCB カードでのクレジット払いに限り、特典として、医療品、暮らしの品ポイントとして200円ごとに1ポイント、毎月7の付く日は200円ごとに5ポイント付与される。また、ライフ以外での JCB 加盟店の利用でもポイントが貯まるように、毎月の口座引き落とし時に200円ごとに1ポイントが付与される。入会金、年会費は無料。カードの柄は、 銀色基調の通常デザインと水色基調のディズニーデザインの2種類が用意されている。ポンタは2013年7月頃から一部店舗で行われていた試験導入を経て2018年5月29日から全店で利用可能になった。同時に D ポイントも利用可能となった。2011年頃から 同じ三菱商事系企業によるポイントカード、ポンタの導入が予測されていたが、実に7年越しで全店導入となった。2018年9月4日、スマートフォンで利用できるライフアプリがリニューアルされ、ダクカと連携してポイントカードとしても利用できるようになった。物理カードの代わりに画面に表示されるバーコードを提示して使用する。アプリ上で ポイントや電子マネーの残高が確認できるが、アプリ自体で電子マネーとしての利用はできない。2000年にサービス開始。導入当時は一部店舗のみでしか使えなかったが、2007年4月に全店へ対応した。システムは東芝デジタルソリューションズ製。入会費、年会費は無料で、ポイント料率は100円ごとに1ポイントであった。プラスチック製のカードで、 近畿圏店舗は赤色、首都圏店舗は黄緑色のカードが発行されていた。時期タイプではなく JN a コードを読み取るタイプで、初期の頃はレシートの下部にカードのナンバーが印字されていたが、後に個人情報漏えい防止のためした4桁のみ表示に変更された。新しいポイントカードとして落カが全店舗で発行開始されることになったため、年月、 限りで、現金ポイントカードの発行は終了となった。落下や LC カードへの移行期間として、約20ヶ月間は3種類とも利用可能とされて、いたが、2018年3月末をもって、現金ポイントカードの利用はできなくなった。旧来の現金ポイントカード所持者に対しては、落下への移行を推奨してきたが、翌2019年5月末をもって、 現金ポイントカードに登録されていた会員情報やポイント残高がすべて削除され移行できなくなった。レジ袋不要の際はエコポイントが付与されていたが2016年5月末で廃止された。現金ポイントカードが前店に普及する以前は紙製のスタンプカードが発行されていた。旧モデルは青、緑、新モデルはピンクである。 スタンプを貯めるともらえる景品は、サービス開始当時は、食品用ラップや100円の金券など様々であった。買い物袋を持参するごとに1スタンプ応印され、20スタンプで100円の金券として利用できた。現金ポイントカード普及後は、エコポイント加算という形で廃止された。ライフは、三菱商事が、筆頭株主であり、三菱商事の持ち分法的要害者となっている。 三菱グループの一社としても名を連ねている。一部の反則企画を三菱商事に委託し、ライフの社長である岩崎隆治も三菱商事出身であり、三菱商事との関係が非常に強い。しかし一方で、同じく三菱商事系列の小売業であるローソングループとは大々的な提携を行わなず、独自路線も保っている。ライフとローソンの関係は、 ローソン銀行の ATM を一部店舗に設置するローソングループの正常石井が取り扱うワインを一部販売するといった小規模なものに止まっている。プライベートブランドもローソンとライフでは別々に用意されている上、相互取り扱いアイテムも現状は設定されていない。2016年2月26日からライフのイメージキャラクターとして登場した。 シンボルマークの4つ用のクローバーにかけた、ヨッパと読める4月28日が誕生日という、設定のため、2017年2月ではなく、同年4月に、生誕1周年とアピールしていた。デザインは、ポケットモンスターのピカチュウをデザインしたことで知られるに、シダーツコが担当。キャラクターグッズとして、シールやファイル、ぬいぐるみ、膝掛け、キーホルダーなどがあり、期間限定で、 店頭販売されることがある。2017年12月からは LINE にてスタンプの販売も開始された。ありがとうございます。